こんにちは、板金塗装女子の花です。今回は私がバイクタンクを直してるデイ2の動画の中の方にも書いてたと思うんですけど、お父さんのパテの技術が私と全然違ったので、そこをちょっと言語化して私にも分かるように解説していただけたらなって思います。で、私自身もどんどん疑問をぶつけて初心者の疑問を解消していければなと思っています。一つ訂正があるのが、一番初めに2層のパテが塗られていた状態を見せていたんですけど、あれ父が塗ったっていう風にあったんですが、確かめたところあれお父さんじゃなかって違う人がつけてくれていたみたいです。ということで、このパテがお父さんがこのタンクに初めてパテを塗ってくれているということです。ぜひ参考にしてみてください。じゃあ見ていこう。これそう、この時に塗り始めパテをつける一発目にここに置いた理由ってある？上から塗った方が楽やからかな。あ、自分から見て上の方に塗った方が楽やから。まあ上からちゃう、下からなんだな。分からへん。自分的には上から塗った方が塗りやすいんか。じゃあこの場所はまあ上から塗った方がやりやすくて、量は適当大体結構がっつり量取ったんちゃうかなと思って。またどうせ何回も何回も塗っていくから、何回も何回も塗って仕上げていくから、とりあえず場所はできるだけ上の方から塗った方が塗りやすい。塗りやすいとこから塗ってた方がいいんちゃうかな。キワキワではないやんか。だからその上の方から塗ったらこう下に引けるからやりやすいけど、あんまりキワになりすぎると溢れちゃうのか。で、そこまで削らないとあかんくなっちゃって、削るのを極力減らしたいから。ああ、だからその枠線の外にまでつけちゃったら、そこも綺麗に削らないとあかんから、できるだけ前のパテがついてるとこだけをもう一回パテ塗らなあかんとこだけ塗ってんの。例えばこの画像で言うと、手のもっと上の白い部分、全然削ってもパテもつけてないとこまでなるべくつけないように。私がつけちゃったからそれを削るのがめっちゃ大変やったけど、極力使いようにはならない。処理がめんどくさいから。だったら塗りやすい量とかは特にないけど、極力、まあ、上からやったらやりやすいけど、形によっては上からやりすぎちゃうと本来つけるべきとこじゃないとこにもつけちゃうところかな。じゃあペーパーでのほうがいいか。やってます。で、こっからパッパッパッとざっくりと塗ってる感じ、で、これさ、このタンクのパテを塗るときに2種類のヘラを使ってんねんけど、この画像にある硬くて平べったいヘラと、もう一つがちょっと丸みがあって曲がるシリコンっぽい感じの柔らかいヘラって2つあって、で、この最初の部分で絶対にこの平らなパテをつけるっていうのが、まあどっちでもええんちゃう。あ、どっちでもええ、まあそれは決まってないからな、その決まりないから。あ、もうとにかく最後に綺麗にできれば何でもいい。じゃあなんで入らない硬いヘラを使った混ぜた時それ使ったからあ、パテ混ぜる時に、うん、それ使ったから。あ、じゃあ最初の段階から曲がるような丸いヘラ使ってもええけど、こねにくいからパテを。あ、こねやすいからこっちの。そのパテをこねるの関係なしにしたら、どっちでも最初から塗りやすいな。塗りやすい、もうプラスチックのやつは塗りやすいから塗ってるから。あ、慣れてんの。まあ人によるっていう感じ。個人的にはこうくぼみが結構あるから、最初から丸いのでやった方がやりやすい。まあ人によるね。人による確かに。じゃあ最初はこのもともとパテつけてたヘラを使ってざっくりとこういう風に塗っていって、これもやっぱ上から。あ、でこの場合は下からか、うん、でも同じ方向から塗るようにしてる。右利きやからそれだけのことや。あ、右利きやから塗りやすいそうね、左利きやったら逆ちゃうか。この時とかさ、このヘラを簡単そうにつけてんねんけど、こういう角度の方が塗りやすいとかある？低いところに塗るんやから。ああ、くぼみがあるところやな。そう、低いところに塗るから、それを考えながら塗らないと、やらな固まってまうしな。そう、その私がこれで難しかったのが、力の入れ具合やねんけど、柔らかいな。その私自身もへこみを埋めないとあかんっていうので、強くやったら薄すぎちゃってパテの意味がなくなって
絵とかその線がめっちゃできちゃうから削るのまためんどくさくなっちゃったりとか、逆に力入れなさすぎたらそれはそれでふにゃふにゃっていうかちゃんと埋まってんのか分からへんっていう感じになるねんけど、これはどれぐらいの力の入れ具合？力は難しいな。力はそのイメージだから、ケーキをやるときケーキ流れへんか分からへんよ。分からへん。力の入れ加減で人の上で力ちゃうからな。じゃあイメージだから犬を撫でるぐらいとか分からへんわ。犬おらんし犬おらんしとか、何そんなに力は入れてない、そんな穴埋めようっていう感じで力入れてなくて、軽く触って乗っけるような感じでしょ。ただ多少は力入れてる、それを角度で調整したりとかして、そうヘラの角度で、あやんな、やっぱりある程度このプラチックのやつで全体をなじまして、あとはもう柔らかいあのシリコンのやつで伸ばす方が綺麗かなと思って、ある程度しか乗っけてないの。まだこの段階、この硬いヘラを使ってる段階ではそんなに力は入れてないし、綺麗にも仕上げてない、乗っけてるわけ。あーなるほどね。広げて、そうそう、大体乗っけて、あとはもうで凹凸が多いからゴムのやつで鳴らしていったらいいかなと思って、まあ、適当につけてるわけ。あ、それは分かりやすい。でこれも大体はつけてる。でこれでヘラを入れ替えてる。これがちょうどこの今当ててる R の部分にぴったりフィットする。フィットせんかったら曲げたらいいからなって言う。あーそっか、曲がるからね。でこれで結構さっきと違って綺麗になってんねんけどあの仕上げていってるから。まずここで難しいのが見えるかな、ここの境目の段をできるだけ少なくするっていうのがポイントやと思うんだけど、それがめっちゃ難しくて、やっぱりパテ塗ったところが段になっちゃう。慣れちゃう。慣れやろ。どういう気持ちでやってるの？何回も塗らな慣れへんやろ。この段を作らないとこだけ力を抜いてるとか。ほんまに慣れちゃう塗り方なんか。だいたいどれくらいやったら慣れるやろ。ずっと場所とかにもよるもんな、うん、今回のこれのこれ難しいんちゃう。難しい塗り方はめちゃこういう凹凸は難しい、ね、中級者ぐらい、うん、中級者ぐらいちゃう。おやったら結構すごいのに挑戦してるの初めてやからね。でこう塗っていって、もう一つねここで見てほしいのがここ。これ普通は波ができるんだけど、1回目塗った時と2回目塗った時の境目がちょうど段ができちゃうね。でまた削らないとあかんくなっちゃうんだけど、それをこの時に消していってるやんか。段を作らずに広げていってるやんか。それはあのどうやってやるの？どうやって例えば曲げながら塗ってんの？それか力を入れながら塗ってんの？そんな考えたことないわ。考えたことない普通考えんやろそんな。考えるやん。考えへんわそんな。じゃないと私がそれをやりたい時にどうやってやったんか分からへん。どうやって難しいなどうやって何回も練習したらいけるんだ。それでじゃあこんな感じで段を作らへんようにしようと思ったら、やっぱ厚塗りになりすぎちゃったりとか、その力の微妙な入れ具合が難しい。やれたらあれけどまあまあまあ、これも塗り方自体塗る方向的にはさっきと同じ右利きやからなこれはまあ人によるか、うん、でもまあ基本的には右利きやったらこういう感じで塗るのが塗りやすい。ここの部分さ、丸になってるところ、くびれができてるところも結構形作りながら塗ってるやんか。形作るところはやっぱ他のなだらかにするところよりも力を入れてた。力入れてないんじゃん。入れたらへこむから、ね、あ入れすぎたらあかんのか。よくこういう風に塗っていて、その段がねなくなっていく。あここでちょっと曲げてる。あるなんだよ。からあ形に合わせてパテ自体の形も変えていくんか。これも結構1回のこの引きに対して時間かけてるな。固まるから外せないんですね。もう多分固まってきてるよな。えこのパテは垂れやすいんやったっけ、一番初めのと比べて。それだけつるっとしてるから、ほら段がねもうほぼない状態。研ぎやすくしとかな、めんどくさい。うん、あれちゃめんどくさがりの方がうまいんちゃう、こういうの確かに。ここは何を考えながらどう塗ろうかちゃう。パテを、うん、固まる前にどう塗っておいたらいいかなって。常にその次どこをなだらかにしようかって考えながら、うん、しょうがない。私は塗って
ちょっと見てでまた塗ってってやって時間かかっちゃうから、うん、その分固まりが早くなっちゃうけど、うん、もうさっさっさって塗ってるように見えるけど、うん、もう毎回毎回ちゃんと考えて、あ、ここもうちょっとなだらかにしようとか、うんうん、うなんで研ぐんがな、うん、もうめんどくさいから極力研がんように研ぐのがめんどくさいし、そうそう、あんまり付け方が間違ってたら塗るもわからんなるよ、ラインがもう一回パテ塗らないといけなくなったから、それが嫌やから丁寧に塗ってんだよ、もうやりたくないから。あ、完成かな、完成です。そう、これのパテのおかげであのこれ研いでもう終わりぐらいに終わんのかも、断然早くなった。これの出来栄えは、いや、こんなもんじゃないのみんな自分の中では満足一応これで削ったら歪み抜けるんちゃうかっていうぐらいで塗っといて、やっぱこの木は、ね、木は端っこ塗り終わりのところをあまりにも段が多すぎると削りにくいし、削りすぎちゃったらまたパテ塗らないとあかんくなるから、そこも考えながら。俺もそんな上手い方じゃないと思うで、もっと上手いやつ何もでもおると思うで、上手いやつ形とかにもよる、今回は中級ぐらいちゃう、難しいんじゃないこっちは、うん、結構へこみがひどくて、確かにもうそのままお客さんにパテでやってくれって言われたからそうそう、本当はね、あの他にも直す方法はあったんですけど、お客様のご要望で今回はパテのみで直すっていうあのことになったんですけどそう、パテはパッと見るとすごく単純な作業に見えると思うんですけど、実際に考え出すとすごく奥深くて、上級者の方でも未だにも難しい難しいっておっしゃってる方が多いで、パテ難しいと思うで、一番パテが一番難しい、パテ、まあ、全部難しいな、なんかその手でやる仕事、板金塗装って本当にゴールというか終わりが、なくて、逆に言うとどこまで妥協するかっていうことにもなると思うんですけど、だからその中でもパテの作業ってやり直そうと思えば何回でもやり直せるし、仕上げもどれだけうまくできるかっていうのも、まあ、自己満足やもんな、この客が、いや、もっとそこそこでいいよっていう客もおるし、もっと綺麗にしてくれっていう客もおるし、だからお客さんのご要望にもちろん一番あの寄り添う形で、かつそのどこまで上手に仕上げられるかっていうところでパテが一番見えない、でその分奥が深くて、あのいろんな方がパテ難しいっていう風に交換したらそのことやね、ほんまやったら、あ、そうそうほんまやったら交換で済むようなことが、でもパテっていう作業はすごい大事で、あの未だにいろんな、もう車でもそうですし、いろんなところで使われてるから、で結構言語化するのも難しかったよね、うん、まあな、だからちょっとうまく伝えれてるかはよくわかんないかったですけど、何かのご参考になれると嬉しいです。で、私もこんな感じでパテをうまく弾けれるようにこれからも練習してまいりたいと思いますなんか最後にないよじゃあ、 終わります。